ベイブレード。ベイブレード X で遊ぶ際はスタジアムを地面に置き、シュート後は適切な距離を取りましょう。ベイブレード X の最新ゲーム、ベイブレード X ゾーンが面白すぎた。おととい11月14日にこちらベイブレード X ゾーンが任天堂スイッチと Steam 向けで発売されました。今回そのベイブレード X ゾーンの魅力をさらにお伝えするためにこのお二方をお招きしております。ベイブレード X ゾーンを開発されたブリュー株式会社の矢作さん、そして木村さんです。ようこそお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。さあ今回ですね、お二方には開発の裏話をお聞きするだけでなく、ゲームをする上での有力な情報も教えていただきます。何でもですね、この動画を見ている方だけにとっておきの情報をご用意いただいてるんですよね。はい、フェニックスウィングメタルコートネイビー の、 あの特別なダウンロードコードをこの動画内で発表させていただきます。うわー、すごい、太っ腹、すごい。番組のどこかでじゃあぜひ発表するということで、はい、皆さん最後までお見逃しなく、はい、さあそれでは解説をしていただきながら早速やってまいりましょう。おアタック伊藤には初めてプレイしてもらい、プレイ済みの大塚ちゃんにはサポート。このゲームストーリーモードと対戦モードがあるので、まずあのストーリーモードから始めていきたいと思います、はい、主人公の方、あの男の子と女の子を選べるのでお好きな方を選んでください。名前も変えられるの？え、これアタック伊藤と、いや、しましょう、しましょう、じゃあしましょう、アタック伊藤に、はい、じゃあアタック伊藤、伊藤ということで、はい、はい、でここからストーリーが始まります、はい。ストーリーがまず X タワー、こちらであの X タワーチャンピオンシップというのが開催されまして、この X タワーの頂上を目指してこれからいろんなライバルたちと戦っていただきます、はい、ねえ、アタック伊藤すごくない？これすごいす、ね、アニメで見てたあの世界に誰もが見てたらさ、僕も入りたい、私も入りたいって思うじゃない。それが入れるわけですよ、すこっから。明智雅人、え、明智雅人、大会に出るなら僕らはライバルだね。僕は明智雅人、よろしくね。ねえ、君の名前は？お、あ、わかった。省略型だ。省略型。冷たいな。そっか、伊藤って呼んで急になんか確かにね。くんとかちゃんはない。そっか、伊藤って言うんだね。ちょっといいかな。実は君にちょっとお願いがあるんだ。シュートフォームがしっくりきてなくてね、実戦を通して感触をつかみたいんだ。バトルしてくれないかな。え、バトルしてくれない？え、早速？発足できると？え？すごい、ちょっと待って、え、相手が使用するベイト、対戦スタジアムを確認しよう、はい、え、はい、先に確認できるの相手の目？そうなんです、こちらでめっちゃ見られちゃう、喋ってる喋ってる、全然大丈夫、はい、でこれで相手 の、 あのタイプとかもちろん見ていただいた上で使うベイ選んでいただいてバトルしていくことができます。はい、じゃあまずはこの忍びナイフを選んでいただいて戦っていただければと思います。はい、はい、バトルスタート。うわ、この画面でワクワクするもんね。シュート位置と角度を決められる。ゲージが印のところに来たときに A ボタンを押し近ければバトルが有利に。それぞれのベイの横にあるゲージが体力、それを削り切ったら勝利。バトル中はこのゲージを消費し、アタックとカウンターを使い分けて相手の体力を削るぞ。そしてあー、おぉ、なに、これじゃない、これじゃない、アタックやカウンターを成功させるとじゃんけんのような3組エクストリームパートに移行、実際のベイと同じ相性になっている。勝った、勝った、本気でいくよ。ここで勝つと自分のブレードについたスキルが発動、バトルを有利に進めることができる。一回勝ったらだいぶ威力入ってる、めっちゃ減ってますね、めっちゃ削れてる。決めたい、決めろ、お、決まった、よし、決まった、相当強いんじゃない、限界を超える、お、お、影の刃渡り見せてやる。すごいすごいすごい、このエクストリームパート中に体力を削り切るとエクストリームフィニッシュに。エクストリームフィニッシュ、やったー、先
先ほども見ていただいた通り派手に演出されてたと思うんですけど、うん、空手の方で実際にもうベイをもう回しまくって、このベイはこういう挙動だよね、こうやっぱりなるよねっていうのをかなり参考にして、はい、全部でですね今100種以上ぐらい技ね、はい、そんなあんのも面白いよね、こだわりがすごいのよ、そういう。これより大会エントリー受付を開始します。お、希望参加者は受付にお越しください、ね、来た、ここで急に、え、知り合い、知り合いですえ、待って待って、え、また来る、お、いやー、手打てる手打てる、すごい。え、君たちと戦えるのを楽しみ、え、そう、え、これ階上がっていくといつかバトルできちゃうんですよね。あ、そうなんだ。まあバードなんか60回に行くとバードと戦うんで、結構上の60回なんて、はい、とこの奥にあるエレベーター、ここからあのエレベーターに乗ることで戦いが始まります。でまずは最初は2階からなんですけども、今回はここまでで、続きはあの買ってからの楽しみで、私時間余裕あるのでありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、わすごい、本日はここまでとなります。え、チュートリアルであのボリュームっていう、めちゃくちゃ楽しかったんで、漫画やアニメだったりに登場してたキャラクターが出てくるっていう部分がやりごたえあるところだなって思いますね。知ってるキャラで言うと嬉しくなるよね、なんかね、うん、しかもなんか上条さんもこのゲームの中に実は登場いただいてますね。え、そうなんですよ、実はですね、私ね、いるんですよ、ここベイベール開発チームの上条だ。見ます？ベイブレー、上条おった、はい、僕です、はい、僕出ました。あの上条さんもこれ特別な、うん、あの設定があってですね、条件を満たすと、うん、あのロビーに登場します。じゃあ常にいるわけじゃない、じゃないです、特別な条件を満たすと、はい、上条さんのディフェンスタイプのベイを使って15回勝つと、まず最初にロビーに現れてくれるんですけど、その時はまだ戦ってくれなくて、30勝するとやっと戦ってくれるんですけど、実はあのこちらが30勝している状態では手も足も出ないぐらい、はい、てか上条さんの条件全部言うじゃんこれはでもちろんね、僕以外の、え、僕以外、開発チームのメンバーもある条件を満たすと出るようになるんですよね。何それ、でも激弱でもいいから出してほしい、一番最初に直すって聞いたからいいから、モブとしてモブとしてでいいんで、そっか、スイッチだから今後のアップデートとかも全然ありえるってことですか。そうですね、あの最新ベイも随時、うわすごい、追加コンテンツとして追加されていくので楽しみにしていてください。実はその醍醐味はあのやっぱり人との対戦ということで、オンライン対戦では世界中にいるブレイラーと常に対決ができる。そうなんです。ランクマッチというものに関しましては、あの毎月ランキングが走っているので、そうなんです、上位30名には特別な称号が与えられるとか、スカブレーダー的な、はい、でもね、はい、ランキングって全員が見れるんですか、上位30名の名前、はい、え、じゃあアタック伊藤が入ってる可能性もあるし、もあります、はい、なんか知らないアタック伊藤が入ってる可能性もあるんですか、すごい。で、あとネットに繋がなくてもローカル対戦っていうのがありまして、スイッチが2つあればあのお友達や家族ともすぐその場で対戦することができます。さあ、それではですね、実際に対戦してみましょう。今回はローカル通信のカスタムマッチでいきたいと思います。スイッチ2台を使ってローカルバトル。でここで1-on-1、2-on-2、3-on-3、はい、親がルールを決められる感じですね、親で。あと対戦スタジアムも親がこれをっていうのを選べます、はい、いや、タクト、このスタジアムの種類がすごいのよ、ゲームならではのスタジアムですね。今回はエクストリームスタジアムでワンベイ3ポイントで対戦。これ実はこれ大塚ちゃんと事前にバトルしてるんですよ。ボコボコにされたんですよ。マジで。いや、むっちゃ強いんですよ。じゃこちらでおなじみのこいつでいきますよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って嘘でしょ、絶対これ強いやつじゃん、パッと見なんかもう強そうすぎて、大倉さんのベイがもうすごいマジかっこいいっすよねすごい輝きます、マジで欲しいこれ、3、2、1、5、6、7、うまいね、めっちゃうまい、
ジャスト、見て、俺も誰も俺も見てる。ジャスト、ちゃんとやっぱ左回転してる。あ、待って、今ね、疲労が違うから。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。来た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 。ちょっと待って。来た来た。どうする？どうする？来た来た。どれどれ？はい。負けたやん。まあそれはタクが来るやろ。うまい読み合いでしたね。来るでしょう。何その挙動。マジや。ちょっと待ってよ。負けてないよね。ちょっと待って。ああ、やばい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 。待って。負けた。負けた。やばい。熱いバトル。めっちゃ熱い。熱い。たまたまね、今のは 1on1 でしたけども、これ 3on3 とかになったらまた違う戦いができるわけですから、うん、あとパーツの総数につきましては、うん、選んでいただいたこのゲーム限定カラーだったり、はい、ブローコートとミラーコートっていうのが実装されているのと、うん、デフォルトのベイブレードのカラー計7色カラーバリエーションがあるかつ、ブレードにはあの X スキルがついてるんですけど、これあのランダムでスキル付与されていて、面白い、はいはい、ランダム要素めっちゃいいじゃん。ちょっとあのガチャというか、ガチャ要素あるのめっちゃいいわ。組み合わせがもうほんと1億以上あるので、1億以上、おそらく100時間以上は余裕でかかると思います。100時間以上めっちゃできるな。めっちゃできるって言いますね。まあ、1週間寝ずにやったらできるから。寝ずにやるの。寝ずに序盤に言ってた、うん、この動画内だけのフェニックスウィングのメタルコートネイビーのやつのコードがもらえるっていうのは、はいはい、じゃあそろそろ発表させていただきたいと思います。ありがとうございます。フェニックスウィングメタルコートネイビーの QR コードはこちらになりますので、うん、これを読み取ったら実際ゲーム内で使えるってことですか。はい、そうですね。これ登録しよう、はい、ちょっと最後に一個お願いがあるんですけど、僕らとベイバトルしていただけませんか。、はい、むっちゃおもろいの思いついたんですよ、はい、今回はゲームと実機を混ぜたスペシャルマッチでバトルしたいなと思います。いいですね。僕らが勝ったら何かください。じゃあやりましょうか。はい、ありがとうございます、はい。やっぱりゲームの開発者とベイの開発者ということで、今回では僕はそちらの開発者チームということで。もう勝てへんよ。ベイバトルは僕が担当しますんで。ゲームと実機を混ぜたスペシャルマッチで対決。こちら参戦の組み合わせで4ポイント先取したチームの勝利。さあ、じゃあ大塚ちゃん、はい、使用するベイを発表してください。はい、私が使用するベイはバイパーテイル 580O です。うわい。私最初ストーリーを進めていく上で割と初期に手に入れてて、うん、それを相棒としつつ勝率がいいものを持ってきました。木村さん、使用するベイを発表してください。私はユニコーンスティングの 160GF を使わせていただきたいと思います。ゲーム限定のカラーをふんだんに使ってみて、 お気に入りの可愛いベイができたかなと思ってます。この色使い、うん、大塚ちゃん頑張って。頑張ります。え、木村さん自信のほどは。頑張ります。だから焼き緊張するわからん。3、2、1、5、4。ちょっと待って、すみません、見せてもらわなかったよ。あ、カウンター、カウンター。エクストリームダンス。え、アタックしてる、決めてる。これなら、いや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 、分からん、全く分からん。ここ次第決着日程にしたいよね。よし、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 よし。いや、まだ分からん。全然分からん。ちょっと、大塚ちゃん、諦めんとこ。あ、無駄、来た。最初のエクストリームパートではお互いが攻撃を成功させほぼ互角の状況。うわー、いい勝負、いい勝負、いい勝負。ジミランがすごい大事になってくる。いい勝負だこれ。エクストリームタッチ。うわー、やばい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 、これ大事、これ大事、これ大事、ここ大事、ここ大事、頼むよ、ここ大事よ、頼む。木村さん、どうだ、まだまだいける、まだいける、ってもうダメだ、やばいやばい、これダメだ、やったー。いや、しかもさすが大塚ちゃん、すげえ強い、すごい、すごい。勝者、ベイチューブ。さあ、というわけでまずはベイチューブメンバーが3ポイントを取りました。
さあ続くセカンドバトルは実機でのバトルとなります、うん、まずはアタック伊藤使用するベイは、はい、ベイブレード X ゾーンに同封されているこちらを使用したいと思います。じゃーん、忍びナイフ 460LF です。うわー、かっこいい、かっこいい、それできたか、はい、さあ続いて対する開発者チーム上条さん使用するベイはディフェンスタイプのレオンクレストで引かせていただきたいと思います。タイプ相性的にディフェンスタイプの有利なんでね、これで絶対勝とうと思います。レディーセット 3、2、1、ゴーシュン。さあ始まりました、忍びナイフアタック仕掛ける、アタック伊藤。うわそう、有利なメイ使ったのに。でもやっぱ忍びナイフやっぱ相当強い、はい、強い、ね、強い、いいアタック決められましたね、はいはいはい、忍びナイフに。さあということで見事我々ベイチューブチームが勝ったということで、何をくれますか。そしたらですね、視聴者の方にはですね、こちらの任天堂スイッチパッケージ版のベイブレード X ドーンを10名様にプレゼントさせていただきたいと思います。やばい、これはやばい。ちゃんと忍びナイフも入ってます、はい、すごい、はい、ちょっと今回僕らからのプレゼントということもあるので、もしよければそれにサインして視聴者の方にプレゼント、これどうですか。ぜひ書かせていただけるなら、うん、ぜひぜひ、そしたらサインを入れていただいて、はい、視聴者の皆様にプレゼントしたいと思います。はい、ということでこちら詳しい応募方法は概要欄の方をチェックしてください。さあ今回はベイブレード X ゾーンについて矢作さん、そして木村さんにいろいろと教えていただきましたが、いかがでしたか。みんなでも遊べるっていうのが、うん、まあ、実際のベイとも同じで本当にこう楽しめるっていうのがすごい素敵だなっていうので、ちょっと早くチュートリアル以降を私もやりたいなっていう、うん、そうですね、チュートリアル、はい、私まだ知らないんで。やっぱりそのランクマッチがあるの、うん、自分で一人でやり込むんじゃなくて誰かと競い合えるっていうのがすごいいいで、うん、いいなって思いますね。ゲームならではですね、オンラインで、うん、知らない人とも戦えるのすごい、これゲームならでも面白いところだなとは思うんですけど、うん、実際のベイバトルでもやっぱね、知らない人とバトルとかするって絶対面白いと思うので、うん、ぜひ皆さん近くのビフォストアで大会に参加していただければと思っております。そして忘れちゃいけない12月1日に、うん、はい、アジアチャンピオンシップも開催控えておりますので、うん、ぜひ皆さんそちらの方も見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、お願いいたします。さあこちらベイブレード X ゾーンは現在発売中でございます。まだプレイされていない方もこれを機にぜひ皆さん始めてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 3、2、1、 ゴーシュー。さようなら、バイバイ。ベイブレードの最新情報はベイチューブをチェック、チャンネル登録、高評価もお願いします。ベイ生活をサポートしてくれるアプリもよろしく。